障害学習社会の構築という観点から、今や学びと支援のあり方が教育学研究の重要な課題となっています。教育学系コースでは、幼児期から高齢期まで、いわゆる人の一生を視野に収め、なおかつ学校教育および社会教育はどうあるべきかを探求しています。したがって、教育の思想や歴史、制度に関する哲学的、歴史的、社会学的研究をはじめ、障害学習や社会教育、学校教育の経営と実践を支える理論的研究の成果、さらには国際教育協力、教育開発をはじめ、幼児教育から高等教育に至るさまざまな教育の事象について、多様な視点から幅広く学ぶことができます。すでに準備している、あらかじめ用意している、そのためにすべてを、すでにすべてを、ある別の理性が動物それ自体のためにすでに全てをお世話している。大きくしてみようか。グラフとちょっと違うよね。これはX 軸と Y 軸が逆転してるから。